はい、こんにちは。萌えチャンネル、萌えはやしです。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダービルドの変身ベルト。デラックスエボルドライバーです。はい、こちらですね。2018年5月12日、本日発売の仮面ライダービルドに登場する仮面ライダーエボルの変身ベルトだね。うん。まあ、基本的にはビルドドライバーと形は一緒ですね。そうだね。早速開けていきましょう。はい、まずこちらがコブラエボルボトルですね、うん、朱色のボトルなんだけど、これはひっくり返すとここにこれヘビだね、うん、ヘビがこうヘビっていうかコブラか、うん、コブラがこう口開けるような動作なんだ ね、 ね。続いてこれがライダーエボルボトルですね。これは何なんだろうね。これなんかくっつくんだね。ポンプの形してるのかな、うん。はい、続いてお待ちかね、こちらがエボルドライバーですね、うん、めっちゃかっこいいねこれ。すごいね、うん。ベースが朱色でメタリックブルー、うん、そしてゴールド、うん、ここにもゴールドなの、すごいかっこいいね。おーすごい、うん、ビルドドライバーと比較してみましょう。こんな感じだね。そうだね、まあ、大きく違うのはこのハンドル部分が太くなってるね、うんうん、それとベルトの正面のパネルが随分違うよね。派手だね、ゴールドの方がね。で、あとこの丸パーツがちょっと形が違う、ね、あ、そうだね、回転パーツがエボルの方がなんかちょっと宇宙チックだね。うん。はい、じゃあ電源入れていきましょう。エボルドライバー。はい。コブラ。ライダーシステム。長い。こんな感じだったのね、うん。はい、今電源切った状態ですけど、ずっと回してもらっていいかな、うん。あ、こんな感じだね。そうだね。こういう風に動きますね、うん。じゃあ続いて必殺技いってみましょう。うい。チャオって言うんだ、うん。じゃあ今度はバットエンジンやってみましょうか、うん、マッドローグね、うん、コウモリ。発動機エボルマーチ。あ、コウモリ発動機って言った、うん。あー、そういうこと。はい、じゃあ次はドラゴンエボルボトルとライダーエボルボトルでやってみましょう。高笑いがいいね。で、これはもうすでに劇中登場してるもんね、うん。じゃあ次はラビットエボルボトル。そう、それでやってみましょう。はい。
はい、じゃあ次はこれでいきましょう、うん、クロコダイルクラックね、うん、これでなるのかな、よワニ、うん、おクリエーションって言った、じゃあ回しましょう、はいはいはい、必殺技、必殺技になっちゃうのね、あなるほど、じゃあこの成分使って必殺技放つみたいな感じかな、なるほど、変身はできないのね、うん、じゃあ普通のフルボトルやってみましょうか、ドクターフルボトルとゲームフルボトル、はい、エグゼイトだね、うん、これなるのかな、医者医者、うん、お、エボルマッチした、なったちゃんと入ってんだ、あ素晴らしい、すごいすごいね、うん、はい、でこのエボルドライバーなんですけど、ここにねハザードトリガー刺すとこあんだね、うん、やってみましょうか、はい、エボルの方はなんなかった、なんなかったんだ、あーこっち音キャンセルされちゃったね、うん、ラビットラビットもやってみようか、うん、頑張れ、いけ、はいはい、もうこの辺はビルドドライバーと全く一緒なんだね、そうだね、そうか、ちょっと残念だけど、まあ最初は一応エボルドライバーの音声が鳴ってたね、うん、じゃあ次はビルドドライバーでコブライボルボトルとライダーアイボルボトル聞いてみましょう、はい、なんか鳴るかな、お、コブラね、やっぱね、うん、これなんだろう、仮面ライダー、お、はい、仮面ライダー、あ、でもダメだ、ベストマッチしなかった、うん、はい、じゃあね、これね、いつも新しいドライバーが出るとやるんですけど、うん、変身対決と必殺技対決だね、うん、どっちが早くこの変身音、うん、変身音の変身が完了するか、必殺技が先に早くフィニッシュできるか、うん、やっていきましょう、はい、じゃあ行くよ、せーの、はい、いきますね、せーの、変身、変身、せーの、せーの、せーの、ずいぶん遅れたね、本当に強いな、エボル変身する前に攻撃されちゃうんじゃねえの、よし、じゃあ必殺でいきましょう、せーの、
さん負けた。やったー。なんとこの辺のエボルドライバーちょっと波状進化してんのかな、うん、でも面白いね、こうやって同時に鳴らすと、うん、ああいうレディとかさ、うん、同じタイミングだね、うん、はあ面白い。はい、ということで今回は仮面ライダービルドの変身ベルトデラックスエボルドライバーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録はこの辺りかな、よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。